パピーリリーチャンネル。どうもパピーリです。いや、今日はこのような天気です。暑いくらいです。気温が上がってますね。花粉はかなりね飛んできたそうですけどね。私は花粉症でないんでなんともないですけどもね、いやー気持ちいい日だ。ほんと最高のツーリング日和ってことでね。今日はね2018年3月27日火曜日かな。いやーワクワクですね。16度だって。16度。今日はねこんな天気だもんですからね、やっぱり外に出てね楽しまないといけないなと思いましてね。あんまり企画的なものはないんですよ。企画的なものはねもうちょっとね内陸の方の雪が溶けてからね、やりたいと思ってます。で今日はね企画的なものはないって言いましたけども、この天気なんでね外でランチしようかなということで、私最近お気に入りの弁当をね買って、で公園ね気持ちのいい景色のいい公園でねちょっとランチして、で帰りはワンパターンなんですけどもね、温泉に入ってそれで帰りたいと思って出かけてきました。例の生ハゲソー、今年はどなたを案内するのかな。でかなり霞んでますね。カンプルさんもね花粉で霞んでるわけではないよね。今日どこの公園に行こうかねいろいろ迷ってたんですけどもね、2、3年前ね400R に乗ってる時にねアメリカの YouTuber さんの方からいただいたプレゼント紹介ということでね、小川半島に来た時に帰りにね見つけた公園あったんですよ。そこでね何時しようかなと思ってます。アメリカの YouTuber さんからね T シャツもらったんですよ。若松さんももらってましたよね。その時にね紹介した動画でできた公園に行こうかなと思ってます。わあ杉林真っ黄色だ、真っ赤かだ。花粉で真っ赤か。花粉症の人はこれ見るだけでもあったらダメでしょうね。ここはね昔小川の方にね行く時の道だったんですけどね、向こうに広い新しいバイパスができたんで皆さんほとんどここ飛んなくなったと思うんですけど、前の動画でねまっすぐ行くとね峠の道があるんですよ。幽霊が出るんですよ。まあそのね幽霊スポットだった峠道がまっすぐいくつあります。私は霊感は全くありませんのでね。さてこの辺だったと思うな、左側にあると思います。だんだんだんここだ。どっから入るんだろう。あっここから入るのかな。あそうだここだ。よし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 。しまった、ここまでの道のり録画してなかった。あっちゃー、戻ってまた撮影しながらその前だな。バカだね、録画ボタン押してませんでしたよ。いや何話したっけここまで来るのに。いやバカなことしちゃったね。いや何話したっけ、いろいろ話しちゃったんですけどもね。そうそう、ここで50
宿キャンプなんてできないかななんて話しちゃったんですよね。まずいかな、なんか私好みの公園ですねっていうことを話して、その他でもいろいろ話しちゃったんだけど忘れちゃいました。まあ、しょうがない話なんで大したことないでしょう。まずまやってこういう感じの救急場所か、大きいあずまやと想像してたんですけどね。カブンザも見ますしね。あ、いい感じ。美味しくいただきました。完食です。やっぱりこのね、塩麹のこれは美味しい。次はちゃんと録画ボタンを押してますねさあいただきましたんで次温泉行こうかな。こっちにも遊歩道あるんでこっちからも帰れると思うんですけど、さっき撮影してませんでしたからね、下に帰ろうと思います。いや、虫がすごい飛んでますね。やっぱりこの陽気で孵化したんでしょうね。虫が飛ぶ季節になりました。まあお腹いっぱいだ。満足でね、この橋ね、なんか揺れる感じするんですよ床もね、これなんか沈むような感覚があるんですね。バキッとね、そこ抜けませんよね。ドボンは嫌ですよ。うわ、やっぱ揺れる。で、至る所にね、こういうね、流木があるんでね、流木って言うんでしょうかね、なんて言うんですかね、釣りのポイントとしては最高でしょうね。の1ヶ月するとね、菜の花が咲いて桜も咲くっていうことでね、恒例の菜の花ロードね、今年も来たいんですけどもね、どうなんでしょうね。満開と休日、私のね休みが合えばいいんですけどもね。竹爺さんとかも来るのかな、また今年もね。右側がの桜ロードってね、菜の花ロードをやめたの？あれ？今桜ロードになってたよね。菜の花ロードやめたのかな菜の花ロードでいいと思うんだけどね。メナの池記念公園キャンプ場、ここでもキャンプ場あるんですよ。そういえばね、お地蔵さんじゃないや、宗太郎さんね、ここでもキャンプやってましたよね。休みが合わなくて私宗太郎さんで会えなかったんですけどね。温泉があるんですね、宿泊施設と見てきましたね。あの建物です。サンヌーラル大型ティッシャーです。2つ温泉がここにあるんですよね。サンヌーラルの温泉の方に行きます。
こは400でも Z の250でもよく来たの場所ですよ。あ、サンドラじゃなくて片野湯の方に行きます。こっち側ちょっとね、最初に行こうとしたポルダー片野湯っていうとこ休館で休みでしたなんで隣のねホテルサンデュアルのね展望浴場温泉の方にね入ってきました。さすがにやっぱりこのお湯いいなというのもね、あ、いいかというのもね、ここはあの火山性の温泉でないんですよね。成分が植物性の温泉なんですよ。大昔のね植物のエキスがね入っている温泉で、それでね茶色っぽい、茶色でないですね、コカ・コーラ色。あ、この銀杏のこと取って帰ろう。あのねゴゴティーのね茶色っぽい色のしたね温泉なんですよね。肌がスベスベになる。よかった。じゃあね、この17キロだったかな11キロだったかな、続く地平線までねまっすぐな銀杏ロードを通ってね帰ろうかなと思います。プチ空景もね終わりまして、自宅の方に戻ろうかな、ね、もうちょっとしたら内陸の方も走れると思いますんでね。そしたらいろいろとまた企画立てていこうかなと思ってますんで、まずデイキャンプあたりから始めようかな。デイキャンプまたはねちょっとしたまたね焼肉だとワンパターンだしね、まあ、なんか考えてやりたいと思ってますということでね、今日もあのこういう陽気でね走って楽しく走れた、いいツーリングでしたね。じゃあ次はまたねあの動画でお会いしましょう。パピリリでした。またよろしくお願いします。どうもバイバイ。